貫通病をご覧の皆さん、こんにちは。開幕広報室の中村一です。今回紹介する動画はなんと潜水艦です。それでは行ってきます。開幕広報室の中村一です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。細野台から海上自衛官をしております、潜水艦うずしお水雷長中村一位です。可愛い顔してムキムキボディの魚雷北川さんさです。さて本日は何を見せていただけるんでしょうか。はい、今日は潜水艦の訓練の一部を紹介したいと思います。最初に潜水艦について紹介します。潜水艦は海に潜ることができる乗り物で、その見た目からクジラと呼ばれることもあります。海上自衛隊では潜水艦は1955年にアメリカから貸与され、その歴史を刻み始めました。大きな抑止力となります。魚雷について説明します。魚雷は敵艦の真下数メートルで爆発します。今日は魚雷を発射するわけにはいきませんので、あくまでも想定でお見せします。それでは中へ行きましょうか。よろしくお願いします。潜水艦の訓練に潜入してみたということですが、今のところ分かったのは渦潮乗組員の潜水艦への熱い思いのみ。今回は訓練魚雷戦の様子をお届けします。おー、すげえ。よいしょ、うわ狭い、すごっ。よいしょ、今起きてますよ。配置につけ魚雷戦用意。配置につけ魚雷戦用意。配置につけ魚雷戦用意。配置よし。配置よし。配置よし。了解。背もげ上げ。背もげ上げ。教師にベアリングマーク。目標は敵艦と A 部隊、間違いなし。よし、水雷長、1番艦、2番艦、3番艦魚雷連続発射用意。1番艦、2番艦、3番艦魚雷連続発射用意。連続発射用意。よし、ベアリングマーク、連続発射。どうぞ発射。発射！発射！風に注意！ダウン30度。ダウン30度。ダウン10度。ダウン20度。ダウン30度。ダウン20度。ダウン30度。ダウン30度。敵部隊消滅しました。了解。魚雷戦用意、ようご納め。魚雷戦用意、ようご納め。魚雷戦用意、ようご納め。これで潜水艦の紹介を終了します。次回、お期待ください。